谷桃は映像、舞台、ナレーション、イラストレーションを中心に活動する女優。オフィスフリーサイズ、劇団フリーサイズ所属。また、プロレスラーとして、女子プロレス団体、アクターズガール、Z ビギニングに所属。キャッチコピーは、はんなり系娘、紙テープは桃色。高校で演劇部に入部。高等学校演劇研究大会で最優秀賞を受賞し、 京都府代表に選ばれる。大阪芸術大学短期大学部メディア、芸術学科部隊芸術コース身体表現系を卒業後、ユニバーサルスタジオジャパンで働き資金を貯めて上京。オフィスフリーサイズ、劇団フリーサイズ所属。役者として活躍の幅をさらに広げていきたいと悩んでいた時期にスカウトされ、2017年9月に女子プロレス団体ビギニングに入団。 4月8日、アクト29新規バファーストリング大会にて、本間タイトのシングルでプロレスラーデビュー。5月13日、アクト30両国 KFC ホール大会にて、長浜広江がみから桜落としで勝利して、初めて勝ち名乗りを受ける。対戦カードは、堀田由美子 &EVS 国も長浜広江。6月17日、 アクト31新規バファーストリング大会にて、青マ島で、アミ、クラリナから、自力初勝利。対戦カードは堀田由美子、ホッタユミコタニモモ VS、清水光アミクラリナ。8月12日、アクト32新規バファーストリング大会で行われた、ミートの対戦にて、青マ島でシングル初勝利。11月15日、ビギニング初進出となる後楽園。 ホール大会で初めて、高楽園ホールのリングで試合を経験。大会終了後、ビギニングが2019年1月20日よりに団体制となること、谷桃がアクターズガール、Z ビギニング所属になることが発表される。3月15日、ピュア・プリンセス、東京芸術、センターホワイトスタジオ大会にて、他団体に、初参戦。対戦カードは、 リンキスズ VS 進化期リナ谷桃。谷桃が振動見事に敗北。4月3日、ビーナス東京エンターテイメント事業部が運営するビッグトップに参戦。カズキライリーンコ VS 国桃林歩ゆのカードでタック王座挑戦権をかけたハンディキャップマッチを行うが、谷桃がカズキのダイビングニードロップで敗北。4月10日、 膝を使った技を得意とする共通点が縁でカズキとシングルが組まれ、浅草花屋敷座大会にて、ピュア J 初参戦。カズキのダイビングニードロップで敗北。5月1日、アクト、横浜横浜ラジアントホール大会にて、初めてメインイベントに試合が組まれる。対戦カードは、サキアンノーサオリブイエス国母林や由美。5月3日、アクティブスクウェア。 大東大会にて、レーナ初参戦。同じくビギニング所属の先輩である、いガラしの後シングルを行い青マトで勝利。5月19日、ビギニング新規バファーストリング大会で組まれた、高瀬美雪とのシングルにて、初めてのセミファイナルに抜擢される。ダイビングギロチンドロップで敗北。6月8日、高島大楽民ホール大会にて、アルマリブレ初参戦。 互いに用意した私物を勝者が総取りするルールで、いがらの後シングルを行い、青馬島で勝利する。6月23日、埼玉県加護原大会にて、WWS プロレス初参戦。対戦カードは、ダンプ松本&、堀田由美子 VS 林、林あゆみ谷桃。林あゆみが、ダンプ松本のダンプラリアットで敗北。6月30日、ピュア。 J ベースメントモンスター、王子大会にて、中森花子と、初シングルを行い、シャイニングウィザードで敗北。7月17日、新規バファーストリング大会にて頑張れプロレス初参戦。対戦カードは、カスガ・萌え花ハーカゼブス・コクモモ&、林あゆみ。谷桃が、カスガ・萌え花に極楽固めで敗北。八月十八日、ピュア・ジェイ・グリーンホール大会にて、 かねてより憧れているカズキとの初タッグが組まれる。対戦カードは、カズキ谷桃 VS、中森花子関口ニ谷桃が、中森花子のシャイニングウィザードで敗北。9月4日、ピュアプリンセスに浅草花劇場大会で組まれた、谷桃 VS 久し礼愛にて、後輩とのシングルを初めて経験する。青マでタで谷桃が勝利。9月13日、 ビギニング新規バファーストリング大会で組まれた、交互桃とのシングルにて、アクトレスガールズの後輩と初めて、シングルを行う。谷桃が桃固めで勝利。10月6日、埼玉障害者祭りにて、シングルでは、初となるメインイベントに試合が組まれ、デビュー戦の相手である、本間対隊と1年半ぶりに対戦。本間対隊の飛びつき支給で必死ぎ十字固めで敗北。 10月28日、ビギニング新規バファーストリング大会にて、セミファイナルに組まれた、アメリカンワイヤーゲージ王座挑戦者、決定トーナメントで、松井玉社と対戦し、ジャパニーズレッグロールクラッチで敗北。11月6日、アクターズガール Z 公楽園、ホール大会より自身が作詞した、入場曲である、桃源号に変更し、新しいコスチュームを着用する。 対戦カードは谷桃美優&、阿クラリナ&、米山香織 VS、イリエアヤノ&、林あゆみ&、桜井優子&、河合桃。12月29日、ピュアジ J アサクサバ劇場大会で、ボンテッド軍とボリショイチルドレン軍の対抗戦として、組まれたカズキライディーンコウ谷桃ビシカリ&、米山香織&、小林香織萌にて、谷桃が、 明かりから、青マトで勝利。試合後に、ウォンテッド・ウォリアーズ入りの志願が受理され加入する。1月26日、新規バファーストリングで行われた大会にて、マーベラス初参戦。対戦カードは、渡辺智子プカ、デルミー・エクソタニモモビスカル響き七味。渡辺智子が、響きから、スクリュードライバーで勝利して、勝ち名乗りを受ける。 2月24日、ピュアジェイ・タバシグリーンホール大会にて、ライディーンコート組んで、カスガ萌え花誠組が所持するデイリースポーツ認定女子タッグ選手権を王座に挑戦し、タイトルマッチを初めて経験する。谷桃が、誠に、エッジジデンスピアーで敗北。5月10日、さき、本又へ、高瀬美雪・井原がのは、谷桃、美優・あみくらリナ・川畑里子。 松井玉社、旧選手の有志メンバーによる期間限定団体チアー S の発足を発表し、ロゴデザインを担当。7月4日、ニコニコプロレスチャンネルにて20時から配信された、ニコプロ TV マッチシンコとプロデュース、瞳の中のオリエンタルランドに参戦。第1試合で、チェリーとのシングルが組まれ、春夜恋で敗北。8月10日、ピュア J 高楽園。 ホール大会で組まれた、かつアイミアンドマリマンジ v s ライディーンコーアンドモ桃にて、他団体が開催する、高楽園、ホール大会に、初参戦。結果は15分時間切れ引き分け。谷桃は、プロレスデビュー後から、試合を引き分けで終えるのが、初となる。8月30日、ピュア J、ガンバレイ2020新規バファーストリング大会にて、自身二度目となる。 タイトルマッチに挑戦。デイリースポーツ認定女子タック選手権として、中森花子山下里奈 VS ライディーンコー谷桃が組まれる。ライディーンコーが中森花子のバズ総キックで敗北。11月16日、アイスリボンアクターズガール Z ゴード工業高楽園ホール大会にて行われたベテラン VS 若手に VS6 ハンディキャップイルミネーションマッチに参戦。 1>, 1分20分で場外へ落とされ、退場、最初の脱落者となる。1月24日、ピュアジェイ・タバシグリーンホール大会にて、規定が更新され、空位となった第24代ポップ王座を決めるトーナメントへ参加。1回戦で大空チへと対戦し青マトで勝利。2月7日、第24代ポップ王座決定トーナメントを勝ち上がり、 ピュア J 板橋グリーンホール大会で行われた決勝で明かりと対戦。明かりの無ビエンで敗れる。8月9日、ピュア J 高楽園ホール大会にて、他団体主催の高楽園ホール大会に初参戦。対戦カードは、カズキライディーンコー谷モ VS、加藤その子秋の関口翔。9月1日、ピースパルティー第88戦にて、 ピースパルティーへ、初参戦。対戦カードは、アサヒ&、進むカキりな VS 国モモ&、交互モモ。交互モモが、アサヒから、ラ・マヒストラルで勝利。9月23日、ランマルフェスタ176ボックス大会へ参戦。対戦カードは、バトルロイヤル形式で行われた北斗の剣マッチ。出場者は、以下の記述。ビリー・ケンキッラオ オリベ・カツミ、ジャギ、グルクン・マスク、山野フド・アンド・ザコ、ミハラ・カズテル、デカイ・ババアンド・ザコ、ゴサマル、ユリア、アオノ・ミライ、バット、関口・ショー、リン、谷桃。三人同時ホールにより勝者は、ユリア・アンド、関口・ショー・アンド・リンのアクトレスガールズとなった。9月25日、アクト54新規バファーストリング大会のメインイベントにて、関口翔・ショールズとなった・アクトーストリンド、 青の未来が保持するアメリカンワイヤーゲージ、認定タッグ王座へ、交互桃と組んで挑戦。チーム名は W 桃。谷桃が、関口賞のランニング STO で敗れる。9月27日、アクターズガール Z 公式 HP によって、学骨主要手術と入院のため、しばらくの欠場が発表される。コスチュームは、出身地の京都にちなみ、舞妓テーマにデザイン。 そのデザインには、舞妓の持つ、おもてなしの心や、表裏のない心で相手を迎えること、観客に楽しんでもらいたい気持ちが込められている。プロレスでの入場も舞妓をモチーフにしているので、舞妓傘を持って登場し、観客に向かって、正座をする。2019年11月6日の後楽園、ホール大会よりコスチュームを一新。マゼンタピンクと和風柄を基調にして、 尊敬するピュア J 所属選手であるカズキのイメージを取り入れている。選手グッズのイラストを担当し、イラストレーターとしても活動。ありがとうございます。